はいどうもこんにちは、こんばんは、とっちゃんです。今回はですね、テンガジーシーアジアックスやっていくよ。これ無料でもらったっしょ、みんな。さすがにね、さすがにみんなもらったよね。まあでも僕もね、この伝説的なガンスミスの一大力作、ギアクローンシリーズのショットガンモデル、テンガもらいました。いやー、これさっきね、一回使用したんすよ、実は。もう使用済みなんすよ、このテンガ。正直、一回行っちゃったんすけど、先に。さあ、やってきました。ここでテンガを使っていきたいなと思います。いやね、正直ね、このテンガ、ここに入ってれば大体勝てる。で、右クリックで割と絞ってた方がいいなっていうことに気づきました。全然ね、左クリックでもいいんですが、右クリックで絞ってた方がかなりの距離やれます。あとなんかその、あ、やばい、知らなかったっていうのが少ないですね、右クリックの方が。まあ、ただね、確かに、なになに、こういうこと。助けてちょ、曲げ。あ、なんか撃っちゃった。キーボードに当たった、今。おっと。ちょっと一回逃げよう、ここに。怖い。で、ここで待ってましょう。待ち点が。いやー、行ったじゃん、今一回。あ、地点が。あー、決め打ち。相当ね、でも瀕死ですよ。相当この点がに瀕死されましたよ。まあね、この点がね、何が強いかって、中距離までやれちゃうことが超強いんですよ。やべ、これちょっと待って、無理。中距離くらいまで鬼のような集団を発揮していくんですよ。さあ、ここないかな。うー！ね、4割削ってるでしょ、あの距離で。頭おかしいんですよ。あ、もうやばい、あれ。もうやばい。あー、もうやばい、あれ。もうやばい。いや、もうダメだ。次で行くよ、多分。あー！俺が行ってしまった。野菜くんがね、カバーしてくれた。まあね、やっぱね、あれですよ。戦う俺の戦場はですね、この中なんですわ。この中。この中が俺の家。来い。来るんだ。俺のために、来ねえから行くしかねえ。俺から行くしかねえか。あれ？ででーん！もうね、クソ野郎だよ、ここで。ちょっと、なんで奥さくねえの。さあ、またここで待ってましょう。さあ、当てれば死ぬから。だいたい。なに、ラグ！やばい、今の。あれはね、無理だよ。運よく当たってくれてれば多分死んでたけど。ちょっとね、俺はリベンジしに行く。まさむねくんのリベンジのために。伊藤くんのリベンジ。お、なに？なに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 ？ちょっとね、すれ違っちゃったね、今ね。伊藤くんのリベンジ失敗しました、今。ちょっと待て。いや、いりるよ、左側に。ちょっと待って、テンガの弱いとこ来ちゃってる、これ。テンガの弱いとこ疲れちゃってる。すんごい疲れちゃってる、これ。よし。やべ、見られた。あ、こっちもいる。よし。もうあれはもうバビってる。ほら、引いてっても真ん中で。バビリンコ。よし。よし。よし、撃っとこう。まあ、ここは俺がセース。よし！ヘッドショットまで入ったっていうね。最終的に胴体だったけど。もう俺はね、自分の強いポジション、勝てるポジションしかやんないからね、俺。そういう、あ、やばい、負けるじゃん。ちょっと負けてるじゃん、普通に。待てちゃん。じゃ、もっとね、コンテナの中に、あ、ちょっと何、バインホップしてる。もっとコンテナの中にみんな来るべきだ。さあ来い。ちょ、後ろやべって。こういう時の後ろが一番やべえんだって。ほら！何言ったべ！こういう時の後ろが一番やべえの。さあ、やられてしまった。コンテナの中のキングが、コンテナキングが行くしかねえな、おい。ちょっとコンテナキング行くから待ってろ。あ。ちょっと今の言い訳させて。ちょっと今の言い訳ちゃう。俺、右上のキルログ見てたの、今、俺。あ、もうほんと今の見せたいわ。俺の目ん玉見せたいわ。いや、俺今、右上のキルログ見てたんすわ。全然ね、全然今の負けたとか思ってないですか。ちょっと待って。ちょっとなんでそのさっきから左とか出てくんの。ちょっと待って、あのスナイパー俺がやる。ちょっとバカ、俺が倒したよ、この距離でも。あ、強いよ。え？いや、無理だった。すごくね、今、ワンショット2キルだよ、これ。
こういうこともあるんですよ。その三段銃ってのは。全然関係ないじゃん、俺っていう人まで死んじゃうの。待って、やばい。やばい！外した。やばいよー。さっきすごいいいキルばっか取ってたのに、全然もう今回カスだよ、カス。ちょっとバカ、コンテナキング、コンテナキング、コンテナキングで任せろ。あ、入ってくかな？あの赤点くかな？あ、負けたー。若干ずれてたー。やばい！全然入ってない。ちょっと。進め。進め。もう俺は行くよ。もう突っ走る。え、なんでしょうね。おかしくね、今の。なんかもう神に見放された感じだわ。ごめん、なんか俺の想像してたのは、もう本当に正直に言うよ。だってこの天下じゃねえもん、最初に想像してたの。最初の冒頭で言ってた俺。全然違う天下だもん。それはねえよ。怒られるわ、やっぱ。お前全然違う点が言ってたじゃねえかって。それは怒られるわ、確かに。ぴょーん。おい。ああ、後ろでした。いや、だ、申し訳ない。反省しようかなと。少し思う。負けたー。俺も SR じゃん、今の。気持ち SR だよ。M1 ガーランドで削ったぐらいの。なんか HP で敵の。いや、またこれか。またこれか。やっぱ神に見放されてんな、俺。やばい。ちょっと、やばい。いや、こっから、あ、ちょっと近いんよ。いや、出た。俺のショットガンでは一撃で頭で死なないのに、相手のハンドガンでは一撃で頭で死ぬって。もうなんなの？見られてるし。お、なんかいるし。なんなの？やべ、死にたくない。よし。やべ、痛いな。だからさ、毎回俺じゃん、これ。ここにいたや、今。激おこだよ、これ。やべ、負けた。あー、負けちまった。見てみろよ、俺のデス。一番じゃねえか、これ。一番じゃねえかよ。はい、24-20ということで。いやー、全然あれだね。もうね、一生使わねえ、このブンナ武器と思ったのは、ちょっとないでしょ。まあやっぱりね、でもね、倒したときは、まあね、その、一発で敵を倒したときは、やっぱりなんかすごい、気持ちよかったなと思います。もうざまみろ、みたいな。みたいな感じだったんですけど、逆に後半の方になってくるにつれて、僕が一発で敵を当ててるはずなのに、近距離で、頭にしかもね、当ててるはずなのになぜか落ちないという謎の現象に陥ったので、もう僕は絶対一生これをね、使うことはありません。もう絶対ないよ。まあやっぱりね、レミントンでいいと思います。こっちの方がね、やっぱね、強いよ。この武器のいいところは、頭に入った時のダメージがすごいところだからね。で、しかもよくよく見たら、これ射程が全然違うじゃんって。これね。このテンガのいいところって、射程が良くて攻撃力が高いってところだったんですけど、もうね、そんな時代は終わりましたよと。もうそんなテンガが強いって言われたのは4年前の話なんですよ。4年前の話。もうだからね、今はもう皆さんリメイクのレミントンを使ってあげてください。そんなわけで、テンガの GC アジャックスはそこまで使わなくてもいいかもしれません。はい、お疲れ様です。